さあ次なんだ。鉄の枯渇の次、もう順番通りになってるね、なんかね。コバルト需要とかあるけど、採掘場の問題発生、どういうこと？キーパーの採掘装備が破損。ガジェットに頼らなければならない。ブラスター使いってことね。異物回収の追加ウェーブは軽くなる。ガジェット2機、はい。ブラスターは確定でしょ？ソードドーム。まあ、ソード。ソードの、まあ、順番でやってるからね、ドームの方は。あと、ガジェットが、今回鉄が少ないとかはないと思うので、梱包にする？で、結局、ドローンと梱包の組み合わせが最強なのはわかる。それはわかる。能力どれだけ必要になるかな。ソードだからな。まあ、梱包かな。一旦梱包でやってみよう。梱包どこだ。こんなにガジェットあるんだね、種類。梱包なくね。あれ梱包消えてない。あれちょっと待って、ん、ないんだけど。そんなことある？じゃあリフトにして、シールドとかにするか。なんか消えたぞ、梱包。あったよね、前。リフトの、シールドがいいかな。シールドにして、で、飛び道具跳ね返そうか。これがいいかな。で、バッジいくつになった？ 1 個。足りません。じゃあ、これで行ってみようか。いや、梱包どうした？これ、選んだ状態で、失敗すると、リストから消えるっていうこととかある？前の、鉄の枯渇やった時、俺梱包選んでたよね。それでミスったから消えたのかな？いや、そんなことある？おそらくドリルのパワーアップができないっていう話じゃない？そうだよね。ドリルの。あ、そうだよね。スピードと運搬力は上げられる。基本のドリルが上げられなくなってるっていう話だ。ので、まあ、ブラスター。いや、大変そうだね。本当に柔らかいところを。見つけていくしかない。あとはもうブラスターガンガン強化するしかない。って感じじゃない？速度はまあそんな上げなくていいかな。リフト、最初の方が特にリフトありがたいね。ブラスターが。頼んだ。ブラスター溜まった。そっちを強化していこう。水、まだ見つかってないのか。速度よりブラスター。ソードはまだいいよな。わかんない。戦闘がどうなるかだよな。これわかんないんだよな。あ、水ないからダメか。じゃあちょっと、ソード、開けとこ。斬撃強化。はい。あの、来るわ。これしかないからね、俺。よし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 。水水水を探すべし。柔らかいとこ、もうそれしかない。運搬力は上げられるんだね。採掘が上げられない。
いいねいいねいいね。コバルト壊しちゃった。またあの鉄のなる木見つかるかもしれないけど。ブラスターを貯めとくのももったいないんだよな。ああいう感じか。硬いんだよなもう。いやこれどうなる？進めば進むほどきつくなっていくってことでしょ？やばいか。警告取っとこう一旦。警告。斬撃は取ったので、ブラスト数が2回、チャージ速度まず2回。空飛ぶ敵に無力なんだよね。それが問題よね。なんといってもいいね。だ掘削リグとかありがたいのか。でもリフトと掘削リグって多分あれか、被らないか。ガジェット見つけるの一苦労じゃないこれ。ドリルは出んのかな。ガジェットのパワーアップドリル、それ気になるよね。鉄、移動速度上げなきゃまずいか。あと反射バリア取っときたい。反射バリア反射バリア反射バリア取れない。コバルト、反射効果これよ。しよしよしよし。範囲をもう一個上げたいね。わ、ドリルが強くならないってちょっとなんか想像がつかない。移動速度上げるか。次うわ、きっついぞ。いや、マジ柔らかいとこ、ガンガン行くしかなくない？今のところ。かといって、事態は好転しない。ブラスターを強化か、だから。いやー、どんどん厳しい。依頼が舞い込む。修理してから来いよっていうツッコミが入りますね、これね。掘削性能の。あ、やべ。ぼーっとしてた。早くない？なんかくんの。いやー、バリアありがとう。移動速度、あとブラサか。いやないか。で多分チャージのパワーアップ取るとマックスになると思うんだよね。ブラスターのブラスト数増加、これ取ると1個増えただけだわ。範囲はこれか。範囲取った。行くしかねえか。どうだ、ないか。カッ
ちょっとでも柔らかいとこ探すしかない。もう硬い。ギチ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 。ドリル取れねえってこうなるんだな。やべ、また見てなかった。ちょっとこれやばいな。なんか敵来るの早くない？気のせい？気のせいか。いいねいいねいいね。反射ありがとう。ガジェットが見つからない。だからこれスイスチーズの上位互換ってことだよね、難しさ的に言うと。あ、だからリフトより掘削リグだったのかな。本当に掘るやつだけをひたすら取るっていう、そのガジェットを選択する方が良かったのかな。おっと、ブラスターと爆弾とか、そういうこと。ブラスターと爆弾だった説あるね、これ。ガジェットが見つからんからな。チャージ速度とか上げねえとガッチガチにブラスターに頼る。ダメじゃい。リフトスピードアップ取った方がいいな。取れるかな。リフトのこれか。ミスか。なんもない。すげえきついんだけど、あれ。いや、まあ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 、ロング系かな。またブラスター使いたいね。だからこういう時に直線になるブラスターがありがたいのか、今こそ、今こそパワーアップがありがたいのか。いいんじゃない。まあ基本もう真ん中をひたすら掘っていくしかなくない。で、そっか、クリアを目指すって意味合いで言うと、もう、即異物を見つけに行くっていうのもありっちゃありなんだ。もうひたすら、そのありそうな、異物がありそうなとこまで行っちゃって、っていうのも、やり方としてはあり。こうだからな。もうちょっと柔らかいところが、なんかウェーブ来るのマジすごく早く感じるんだけど。取るといいもの、範囲が 4-2、 チャージアップ、チャージ速度アップ重要でしょう。ブラスト数 6-2 足んない。強化できる。ロングブレード12で、何がいいんだろうな。ジャベリン行った方がいいんだろうね、結局これ。一つスピード。照準ライン。リフレクター。貯めます。あ、
残念だ、あいつ。いいよいいよ、なんとかって感じ。この辺とかどう？柔らかくない？まだマシだね。もしかしたらもう壁か。ガジェットとかさ、ガジェットって未だに0個よ。やばない？0個ってやばない？ちょっと見つけに行こう。この右にある気がする、俺の勘が。鉄はあった。いいねいいねいいね。ピンクはまだ柔らかいとこ出てくるわ。可能性を感じる。ぶん投げてもリフトのとこで止まるから投げていいっていう話。柔らかいところなんでブラスターを使わない。お、いいねー、やっとガジェット1個。多分間に合わない。間に合わないね。何が嬉しい？やっぱオートキャノン？オートキャノンだろうな。どうぞ。19、あ、結構溜まったじゃん。ロングブレードか、一つスピード、ロングブレードかな。あ、危なった。いよいよ、まだバリアあるから。ズベイ、うん、ズベイ、いいねいいねいいね、超頑張ってる。でオートキャノンだったらかなり可能性が見えてくる。あとまあスーツブラスターかあるのか。あのこれはパワーアップの方じゃないわ。鉄虫ミサイルランチャー、爆風弾、爆風弾もありっちゃあれなんだけど、ちょっと俺はオートキャノンがいいので一回選び直します。最高じゃん。もう奥にはないかな。でも柔らかい地層っぽいからね。ちょっと行ってみようか。あるやん、奇跡が。これで、なんだ？まずありがたいのはジャベリン爆弾か。強敵に一撃ドカンだから。ジャベリン爆弾、買った。うわ、いっぱい出てきた。ただ水がない。これ水探すの一苦労だわね。あんまり中央のリフトから離れたくないね、もう。あ、でもチャージかなり速くなったな。危ない。水がない。さあ、何ができる？オートキャノンは？まあ、こっちだね。水が毎回必要なのか。オーブはまあ今あげなくていいよね。あと、水が必要なんだな。よっ。ありがとう、オートキャノン。勝手なんだ、あいつ。うい、よし、よしよしよし。近接最強だからね。ソードは。で、水だ、水。一個溜まった。まあ、今んところ、ガジェットの選択も成功っぽい。今んところ。
ブラスターは必須。爆風弾とブラスターだった説はある。あるっちゃある。で、水を探さないといけない。運んでからでしょう。水水水水水がないとあれも開かないし、強化ができない。さっき散々水あったのにな。あの鉄の枯渇、全然水がない。右の方にあることを期待して。うわー、あの上あるかもな、赤いところ。速度上げた方がいいかもしれん。まあ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 、今のところちょうどいい戦力。ブラスターがねえかな。水がないんだっけ。水がねえんだ。水がないと何もわからん。ロングブレードに取れるけど、だったら一つジャベリンまで行っちゃった方がいいんだよ多分。反射効果も、あ、これいけるんだ。2回使えると安心か。安心を取ろう。安心した。そこの中に水あるんじゃないのっていう。なさそう。なかったか。右下右、柔らかそうなところに行ってしまう。つい引きつけられる。水頼むぞ。鉄。水がないからガジェットのパープのあれも取れないし、範囲が広くなんねんだな。左の道開けたら楽だね。速度上げるべきだったか。鉄だけあったから。ギリギリ。やばいな。オーブが暇してる。12-3速度をとっと、いやー、なんか嫌な予感がするんでやめます。当たんねえのかよ。嘘だろ。よっしゃ、もう一発。水を探す。ガジェットパワーアップより先に水使ってブラスターを強化した方が実はいいかもしれない。やべ、空洞開いちゃった。いや
水なんだけどな、水が出ねえんだな。ずっとオーブが暇してる。そっちに一回水頼むぞ。いやー、範囲上げなきゃダメだな。いいね。きついきついきつい。帰ろう。柔らかいところ掘って水探して、ブラスターの範囲とチャージを早くした方が多分いい。鉄だけは増えたな。だから鉄14個、あと何ができる。警告は取った。リフレクターは今んとこ反射でなんとかなってるし、オートキャノンが、いや水がねえんだってば。全てにおいて水が足んない。今さ、降ってるじゃん、雨。ダメなのかな。サンセーブとかなのかな。こっちとかなんかありそうだな。期待しちゃうぜ。2つ掘ってドカーンって。この2つ掘るのは大変なんだけどな。水いくぞ。水かも。ノッシン。あと1ゲージある。1ゲージ。格ゲーみたいな言い方してんな。もうちょっと行くか。行くしかないよな。無駄にできないもんな、ゲージを。買ってー。いやー。センター掘るか。まだあったんだっけ。あったんだったな。ただ今水なんですよね。ガジェットパープのあれが未だに、なんか水少ないステージとか、そういうことなの。明らかに水がなんか出ないんだけど。溜まった、使うしかねえ。リフト乗っけたら帰るしかないか。下掘るか。これあ、雨やんじゃった。どうどうどう。21。ただし水がない。変換器か。速度取るか、ロングブレード取るか、一つ取るか、貯めるか。いよ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 。まあ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 、耐えてる。水をお願いします。ずっと水です。5個でも10個でもいい。水をくれ。下に掘るか。3マスぐらい掘ってドカンと。こっちだな。じゃあ柔らかいから。もう課題。使うしかねえ。
もう一個。もう一個。行くぞ、ブラスター。ちょ、ブラスターの範囲がね、やっぱ狭いからね。水に当たんないのよね。今ブラスター2ゲージ溜まってんだけど、この2ゲージ貴重だからね、ここぞで使わないと。もう一個進む。ここ、嘘だろ。道開けましょう。また2ゲージ溜まってる。やった、水。やっと、やっとです。やっべ、ゲロマズです。水に浮かれた。あれで倒せてよかった。いや、今のところソードに優しい敵しか出てきてないから助かってますけど、先になんか水であげた方がいいな。これ範囲かな、チャージかな。爆発範囲が 2.5 になる。チャージ速度が、範囲だな。また水を、あー、ガジェット。ガジェットどうすんだい。右の方だからちょっと爆発範囲広がったから掘ってみようか。ちゃんともったいぶって。いいか。時間の方が。時間の方が大切です。一個、せめて一個は開けよう。開かないね、これ。いや、頑張れば開くか。無理。やっぱこれ見ちゃうと、その直線的に破壊できるブラスターのパワーアップはかなり欲しいね。これもブラスター溜まるのもあった方が良くない。もう溜まるわ。もう一個、もう一個壊してブラスター。よし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 、まあ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 、ちょっとだけ希望が見えた。危険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 。速度上げていいかもしれん。移動ちょっと多いもんね、今。テレポートないし。速度取っちゃおう。8。当たってねえな。いやー、結構きつい、結構きつい。道が開いてないのがまずい。いや、マジ鉄ばっかだな。あ、持ってってくんないんだ、あれ。うわ、これ1個あげてダメか。1個ぐらいあげないと、持てる量。
この往復さすがにきつくない？ちょっと上げるわ。ワープがあれば、リフトがあればモテるよ。いらないかと思ってたんだけど、これで6個、5個か6個。まあ、基本こういう移動に時間を使って、で、チャージを貯めるって感じになるよね。うわ、今ちょっと無駄打ちしたかな、また。6個。6個いけるか。3、6。みたいな感じだったっけ？覚えてねえや。まあブラスター撃って持ってくるぐらいの時間はあると思いたい。素晴らしい。わからん。鉄入れるやつだね、あれ。リフト速度取ったはいいかもな。もうあれ使うんだっけ、リフト速度は。水使うんだ。あ、取ってないのか、そもそも。まあ、まだそんなダメージ食らってないから。2マス奥まで見えるやつか。あんまりだな、今の俺に。あんまり役に立たんかこれな。あんまり役に立たん。そうでもないのか。ブラスターとの相性悪くないのか。そこ開けよう、さすがに。あ、そうそうかそうか。悪くないんだ。狙って綺麗に開けられないから、ブラスターだと。取り残しが減るか。雑に、ブラスター使ってるから。あー、水見えてる。完璧じゃん。いや、最高でしたね、あれ。手のひらくるっくるだわ。あんまり役に立たないとか言ってたのに。なわけで、見える範囲に他にもあるかもしんない。ちょっと見に行こう。ないか。なんかすごい明るく、あ、そ、んー、まあ、微妙かな、今あっても、それは。転送機。あ、いいね。先に帰り道。硬い。おお、いいね、いいね、いいね。奥見えてる。あ、水あるじゃん。うわ、素晴らしいね。チャージ系を先に。ブラスト回数、はい、増やした。うわ、一回で跳ね返される。一つが跳ね返される、これに。やべ、ビビって撃っちゃった。よまだいたのかお前。いやー、ちょっとあのでかい軍団のやつが一つ攻撃撃つと貫通しないで跳ね返されちゃう。2、3発でびっくりだね。そんなに硬いんだっていう。
どうせならそれを壊してからブラスター撃つ。で次チャージだな。いいね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 。どうせなら壊してからブラスター撃つ。もう一個あったじゃん水。これでチャージ速度上がるやつを取ろう。ブラスターのそれが最優先で、次一つ速度上げてジャベリンですな。これだ、チャージ速度上がる。じゃあオートキャノン行こう。リフトのまず速度上げるか。水が5ある。スピードアップ。またマシンガンだよ。オートキャノン頼むぞ。で一つスピード上げてきます。いやまあそれなりに揃ってきたけども、けども苦しいことには水やってなかった。これない他に水。ガジェットパワーアップ取ってない。あるか。今チャージ1個しかないから2マス進ん、あー壁だ。撃つぞ。いいねいいねいいね。回り込んだ方が早かった説ある。マジでダメだ。きっちいなこれ。ふぅ。何曲がらんか。まあでも、コバルト結構あるんで、まあ、ブンブンすれば。ソードブンブンすれば。また間違えて、撃っちゃった。バリア。まあ、俺がガードに専念してオートキャノンに任せるっていう手もあったのか。ビビって反射バリアをすごい下手なタイミングで撃っちゃったっていう。じゃあそこ通れないんだってば。もうありがたいんだ。ブラスターの直進性ってやつか、あとはあれか、ジャベリン爆弾か。ソードの爆弾がつく、まあ、ソードの爆弾も強いよな。爆弾がいいなやっぱな。まず爆弾だな。どう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 。何これ重力リフト。リフト圏内の資源をオーブを使わず逆方向、あ勝手にオーブに乗せる必要なく勝手に上に行くってこと？へえ。面白。まあでもないですね。はい。爆破だろうね。高速射撃も美味しいけどね。爆破だろうね。ナイス。ワンチャン見えてきた。リフトのパワーアップ初めて見たわ。諦めた俺。この左は柔らかそうだね。この辺ね。そうでもねえわ。1ゲージいいね。
下行くか。リフト乗るとね、本当に一気に速くなるから、これで間に合わなくなることがかなり減る。3の1の12。3。ライン。ロングブレード。デンジブレード。ジャベリン。これよね。勝つ。いいよ。あ、強い強い強い。爆風マジ強い。強。わー、